どうもこんにちは。お、よし、コミュ力上げていこうってことで14号が発表させていただきます。昨日ウェブオーディオで入門する信号処理っていうのをやったんで清き一票をください。でですね、ウェブオーディオを応用しましてコミュ力を鍛えるツールを作りましたので、まずはデモをしたいと思います。よし、頑張ろう。頑張って。やばい、全然音がちっちゃくて分かんないですね。音がちっちゃいな。こっちマックスですね、なんか。てか音量が変化できない。あ、ちょっと聞こえる。ちょっと聞こえる。ちょっと聞こえる。ちょっとデバッグしましょう。いやー、ひどいですね。悲しいですね。ちょっと一回下げます。これかな。結構あ、大きくなった。あ、ダメなんですよこれ。ちっちゃくなっちゃうんですよ。もうこれでいいか。ちょっと一回やり直しますね。すいません。よし、やろう。今度は。間違えましたね。ということで、このようにしてコミュ力を試すことができるんですけど、さっき電話がすごい昔からあって伝統的で超いいって言ってたんですけど、モルスっていうのはもっと昔からあるんで、しかもなんとグローバルだし、伝統的だし、しかも通信手段なんですね。これどういうことかっていうと、全部コミュ力が非常に高いことが言えると思うんですね。つまりモールスをやればコミュ力が上げ上げなのは確定的に明らかと言えるわけですね。はい、もうこれはもう間違いない。これはモコミチップです。ということで、これでウェブオーディオでコミュ力を鍛えられることが、分かっていただけたかなと思います。まあどっちかっていうと人間の信号能力処理、人力のね、鍛えられるかなという感じですけど、まあそれはいいとして話は変わってですね、インターネットのコミュニケーションっていうのは、情報量はすごく最近多くなってきてブロードバンドが非常にいいんですけど、なんかツイッターとかで書いてもブログで書いても何回何いくら書いても伝わらないかっていうのがあって若干疲弊していくわけですね。一方ですね、モールスでやる場合はそもそも送れる情報量がすげえ少ないんですね。はい、大体まあ早い人で30ワードパーワードを、1分で送れるぐらいなんで超少ないと。なんでこれはもし伝わったとしたらプリミティブな伝わって嬉しいという心を和ませる感情を生ませるという原因になっているんです。で、村上春樹さんはこう言ってました。理解というものは常に誤解の相対に過ぎないっていうふうに言ってたんですね。要するにこれ意訳すると結局分かった感っていうで、この主観的分かった感っていうのは情報メディアの厚さ、つまりインターネットのようなめちゃくちゃ大きいデータを、送信できるっていうことと、モールスでいうようにすごい小さいデータをたくさん送る、少しずつ送るっていうのと、言うととはまた関係なくて分かった感っていうのは得られるってことですね。なんでもうこれは積極的に劣った方法でコミュニケーションした方がいいだろうということで、コミュニケーションのこの嬉しさを取り戻せということを主張したいわけですね。ということで、何を言いたいかというと、まあモルスをやろうってことです、ね、はい、以上ありがとうございました。